ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万です。はい、というわけで億万くんが以前このメールで、はい、メールで来たじゃないですか。メールしか来ないんだそうかそうかそうか他何人来たんだよ口頭で来ないですもんね、うん、直接来ないですもんね。どうしたの？メールでなんかライブを主催してるみたいな、おーっと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 、あの方が、いやなんか一回その読んだ時に飯田さんがじゃあもう億万トークライブを手伝ったらいいじゃないですかっていう、あ言った言った風に言ったじゃないですか、あの方がいらっしゃいましてトークライブに。そうなんですよ、冗談を真に受けていやもうびっくりして、大事大事、そういうことよ、はい、この世界の人はズーズーしくなるべきだから。で億万トークライブを終わった後にちょっとこうお客さんがこう何人か、まあ、いらっしゃって、はい、まあ、出待ちっていうそんな大それたもんじゃないんですけど、はい、でいて、はい、そのちょっと遠くに一人その方がいたんですよ。でも僕はその時は分かんないじゃないですか、で男性がずっとこっち見てるから、なんだろうと思って、あこんにちはとこっちが声かけたら、いや実はゲッターズ飯田のウェブラジオで、なんか億万ラジオじゃなくて億万ラジオのそこで億万ラジオって言ったらぶっ飛ばしてますよそれでそしたらあそうなんですとか言ったら、他のお客さんがあの人ですかってなって、あ知ってたの、そうでめっちゃ盛り上がったんですよその時。そう、それででもなんか結局俺その場でなんか連絡先聞けばよかったんですけど、上田君聞けばいいじゃん。どうだった、多分ね聞いてないと思うんですよね上田君。だからちょっとまたなんかの機会あればぜひもう一回ぐらい来てください。そしたらねだよ、そうなんかもしあれだって聞いちゃってんのが来たりじゃん。遠くの人でしたっけ、東京の人。いや結構ね遠かったんですよ。あそっかそっか、はい、ちょっと東京ではなかったので、そっかそっか、はい、ちょっとかわいそうなんですよ、ね、そうでもすごい盛り上がったので、あみんな結構聞いてくれてんだと思って、あの人ですかとか言って本当に手伝いに来たんですねとかって言って、でも大事大事、なんか、ずかずか行くべきよ。でもずうずうしいって難しくないですか、どこまで行っていいかっていうのって難しくないですか。なんかずうずうしくここまで来てんだずうずうしいの王様みたいなやつ俺ですか、ずうずうしいよ。人のラッツに勝手にウェブの放送の MC やってなんか文化放送も来たりとかずうずう、だから遠慮したら終わってたじゃん。いや、まあまあ、いや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 って、だからどっかの乗っかるって大事。俺もそうだけどさ、はいはい、とこ行ってっていうじゃあ行きますって言っていいのかなと思ったけどさ、こっちこっち行ってたらなんか慣れて、そうか飯田さんも最初はそうなんですよね。そうだよ、そんな飯田来いよってなんかすごい作家さんがたくさんいる中に番組の編成とか、そうだよ、一番最初の会議で座ってって、会議なんか行ったことない人間が鈴木治さんの隣に座らされるんだから、うわあれと思って、当時だと知ってるし当たり前だから、はい、そもブイブイ、はい、もうサムさんが一番もうキレッキレの頃になってるから、はい、でも名前は知ってるし、まあ見たこともあるけどさ、その隣に座らされてさ、他の作家、今は他の作家先輩立ってるんだよ嘘、座りも AD 全員立ってる、下の作家さん全員立ってる、ディレクターも立ってる、メインの人だけ座って、中で俺座ってたからね、これ大丈夫ですかみたいな、うん、でそれはなんかあれだったんですか、もう呼ばれたから、ちょっとなんかでも逡巡する瞬間あるじゃないですか。でも占い番組に、いやテレビの作り方は当時知らないけどさ、はい、27、8ぐらいだからさ、でも占いに関しては知識があるから、うん、占いってこうでしょみたいな。でも占い番組作るスタッフって占い別に好きじゃないから、まず興味ないから、たまたま担当でたまたま占い番組やってって言われるから、はい、まあ、もう最初だよディレクターとか、もう当時今はいないけどさ、うん、尖ってるディレクターから、なんだよ俺なんてもともとインチキだろおい、やばいやばい、これで来てるマジですか、このインチキが何が面白いんだよみたいな、あインチキじゃなくて方程式やりなって何座ですかみたいな、なんとか何座ですか、こうみたいな説明して、で今みたいなこの、まあ、占いできるから、じゃあ実際占いしましょうかってバッとなったら、そこ行ったみんながこれめちゃくちゃ面白いなってこういうやつができるんですよみたいな、ってなって、いやみんな何か分かってないの占い。でもこれを当時、そういうこと今突然ですとかとやってますけど、あんな感じのスタイルじゃない、占いイコール情報だったから、はいはいはい、この手相はこう、この星座のランキングはこうみたいなの見せ方ばっかだったから、はい、面白い見せ方って、まあ、あの当時は良かったんだけど、情報系だったから、だからそれをどう面白く見せるかの企画のアイデアとかを出してたの。すごいっすね。これはこう、だからこの先生だったらこれが得意だと思うんで、うん、で、そういうのを直したりとか、打ち合わせしたりとかずっとしてた。だから
でもそこであれですよね、飯田さんがちょっとあれちょっと行くのやめようかなってなってたら、もしかしたらで俺も喧嘩をして、いやそれ違いますってはっきり言ったもん。先生とかの意見とかもあるから、いや先生テレビなんで、テレビと知らないのにでもずかずか行くやつ一人いないとやっぱ、分かんないから、みんな占いのことは、これこうだって言われたら、そうなのみたいな、いやこれ全然関係ないです、でこれここ直せますって、いいのこれ、いや俺が交渉してますって、で先生とかにもこういうのは出てますけど、こうも取れますよねテレビ的に、すごい、でこう直してますけどどうですかって言ってね、うーん、で直で、なんかあるんで直します、でこれだったんですけど、あそれ、あじゃ あ, じゃあこれ今 OK 取りましたんですって、ディレクターにこれ事務 OK 取りましたって、でも言ってみればそれデビュー戦でしょ飯田さん、デビュー戦よくやりましたねそれ、なんか分かんないから無鉄砲に飛び込んでやったから、いろいろあったよ、だなんかこう聞いてるリスナーの方とかも、うん、なんかこうこれやってよとか言われた時に、うーんこれ俺できるかなどうかなっていう時ってやっぱ飛び込んだ方がいいんですか、やったこと言った、いや急に人間にバク転してっていうやついないから、あマットな、いやマットな人が、相手がちゃんと自分がしててちゃんとしてる人だったら、これやってよって言ってやれると思って言われてるんで、やった方がいい絶対に、うーん、そのわけあれその雑用とかちょっと別よ、はい、そのいや誰でも誰でもできるじゃなくて、うん、じゃあそれちょっと荷が重いとかそうできるかなと思ったやつは、うん、絶対やった方がいい、それはできると思って、自分でゲージが5だと思っても向こう8に見えたんだから、はい、8に見せていいんだって、8で、で万が一失敗してもそいつが発注ミスだから俺いつもそうだよ。あでもそれ前飯田さんに言われて、俺だからなんか今回のそのドラマ出る時も俺絶対できないと思ってた。出た自慢ですよ。違うよ、自慢じゃないですよ。これを言いたいために今そんな。違いますよ。自慢だとしたらね、もうちょいセリフ量あるんですよ。若いんだからたくさん食べて、以上ですよ。3日間のロケ。メーデル。今年の流行語大賞でしょ。狙ってんでしょ。面白いドラマなんで、ぜひ見てください。いろんなものが来る時って、これでも最近あれよ、はい、ワーキングホリデーとか海外留学行った人とかやっぱ会うけど、今んとこあのなんか巨大な船とかあるじゃん、あの居酒屋に貼ってる、はいはい、あれとあれにクルージングで100何万とか、うん、でもあれ行った人とか会うけど、海外行った人で後悔した人の方が少ないから、後悔はしてるのにね、あカットでお願いします。すいません、ちょっと浅草出ちゃいました。そうだから、いろいろ見ててやっぱ体験しに行った人って結果いいんだよね。で後悔してる、そのうまく人生がどうのこうのってぐじぐじ言ってる人って結果やってない人だから、何でもまず動いて、もう芸人でも役者でもダンスでも音楽でもとにかくやってみて、やれるだけのことやってやったってことはすごく大事だから、じゃあもうやっちゃっていいんですね、そうやってなんかなんお話来たら。全然でもそこと今、地方これで終わりましたけど、もうだいぶ前かこれだと、あの広島行った時に、はい、あの本屋さんで、まあ、挨拶行ったら、まあ、本屋で待ってる人いるのね、はい、で、ま、で「あ飯田さんだ」ってなって、およう待ってましたね、ここで本屋で待ってる人、本屋さんで俺を待ち伏せしてる人がいて、もう来るって分かってるから、そうそう、本屋どうせ広島の本屋に来るだろう、そうそうそう、あの男は。もうそこまでになってんですか。いるいる、仙台なんか20人ぐらいいたよ。嘘でしょ。いる仙台、今日ライブあるから、そうそう、絶対仙台の本屋に来る。仙台と新潟めちゃやばい、仙台新潟めちゃくちゃいるよ。各地行くとその近くの本屋さんに行くから、そこで待ってるのみんな。やば。それで広島の時は、広島の時は紀伊国に行ったら、はい、そのお客さんがいて、で話しかけてきて、はい、私ちょっと占い勉強してて、この小瀬さん死ぬってやって、すげえな、もうどんどん勝手にやった方がいいですよって、うん、でどんどんやってたらそのうち身につくから、うん、もうできると思ってやってくださいって言って、うん、やってみないと分かんないし、言ってみないと分かんないから、うんうんうん、分かりました、今度カフェを開いて、うん、そのお店でやろうと思って、やった方がいいですよって、占いカフェ、うんとうん、あ友達のところでね、カフェの時間借りて500円とかもらってやっていいですかって、うん、どんどんやってくださいって言って、金取らない方がいいんじゃないですか、いいよ、その金取っていいですよ、俺の占い、もう全国占い師が全員、日本人全員が同じようなことを目的で作ってる。ああそっか、そうだからまずやってみる、うん、はいはいはい、でどう言われたらやるって、その人なんか当たるって言われちゃって、はい、やった方がいいっすよって、そういうのはどんどんやった方がいいです。その人めちゃめちゃただ飯田さんの本読んでるだけじゃないですよね。最初のことって俺はただ読んでるだけで、もともとまさかこう自分の言葉になるなんてみたいな、すごいな。でもそこ、この今年間本さ書き始めて、はいはい、今4月あ3月か書き始めた昔の本ちょっと資料としてはまあたくさんあるから、うん、久々に読んでみようみたいな、読み返すことあるのよ、言葉とか足らないかなと思って読んでたけど、もう自分の占いになってるもんね、
あなんかこれもこれ昔これよく読んでた本あったわみたいな雑誌とかもさパラパラパラってさ、あ、はいはい、まあ、斜めにタタタタって読むときに、うん、なんか、ね、悪く言ったら薄いなこいつらなんかグッとこないというか、なんかすごくそのガバを、はい、金融がこう上がる、いや金融なんて上がるニーサだっつってんのにまあニーサ当時ないからもう10年以上20年ぐらい前の話だからないの当たり前だけど、まあでもとりあえずね、はい、あのまずやってみる、飛び込んでみるってことが大事ですから、で億万トークライブもよ、はい、これを聞いた方はもう全員手伝いに来たらいいんだね、全員手伝いに、全員手伝いに来て誰もチケット代払わなかったらどうする、ね、もう最悪です手伝いがめちゃくちゃ多いっていう、めちゃくちゃ面白いですけどね、手伝い700人お客5人地獄でしょそれその5人大切にしますよ俺は、手伝い料5万とか西野くんみたいなテクニックでやればいい、やばい、手伝うのはお金取ってるから、あ、その入場料の方が安い、安い安い、手伝いに来た方が金、手伝いという体験にお金がかかるのかなって、すごい、あれもうあれすごいよ、すごい体験、そう夢広がりますね、うん、いいんですよ、よろしくお願いします。じゃあ今日も行きましょう。東京都は20代後半女性ポトフさん、ありがとうございます。美味しいよね、ポトフいいね。絶賛婚活中で、婚活を始めてもうすぐ1年です。結婚相談所やアプリに登録してこれまで20人近く会ってきました。直感を大切にしているのですが、素直にこの人いいなという思う人に出会えず、モチベーションが下がっているのが現状です。また私の家族が高学歴なこともあり、最初からお相手も高学歴で将来性のある人に絞ってお会いしているため、チャンスを逃していないかと不安に感じています。ハイスペック男性のみに焦点を当てて婚活をして、私に可能性がありますか。ないですそんなこと言ってたら、いやもうこれ難しいですよね。まずもうこの人は厳しいですよ、うん、婚活をすることは別にいいんですけど、はい、20人近く会ってきましてって言ったら、もうこの人は自分が選べる立場になってるでしょ、うん、見るということになったら、あでもあの人の良かった、あでもこっちはって比べることの作業に始まってるわけで、うん、これ本当でも真剣に婚活をやってないのこの人、うん、遊びでやってる、本気で結婚するって決めたら3人もしくは2人、うわ2択にすればどっちかと結婚すればいいのに、そしたらこれは結婚できるじゃんそうか、うん、3択、3択ギリさん4は 4無理、人間選べないから4は、うわー3か、4種類じゃあ細かく今日焼肉か、はい、お寿司か、はい、めちゃくちゃ美味しい鍋があるのと、うん、フグ食べ行こうどれ行くったら困るでしょ、あちょっと困る、寿司か焼肉どっちかいい、うん、寿司、うん、の早いでしょ、うん、4択って瞬間にあて 4かってなると、でもこれ3択の場合は1番目2番目に最初3番目と消去法で1個あっても1個弾けるから絶対戻ってきていいんですか、1人目あって2人目あって3人目あって、あ違うなやっぱ1人目の人がいいなって1人目に戻ってもいいんですか、その時にさ婚活って向こうも婚活せんだよ、あーそっか、そのパターン、他の人が見つかるパターンもあるから、そのパターン自分がいいと思った段階で誰かもいいと思うんだよ、うわ結婚と駐車場はもう一緒ですから、 先止められたら終わりなの名言、駐車場、あそこあそこ、あでもこっちはちょっとですか、うん、ちょもう一瞬待てよ、止められた、もうたくそ高えとこしかないじゃんと思って、でもあっちも止められちゃって、でもそ 止めたくないなってぐるぐるぐる回ったらさ車止められないのさ、目的地に着かない、そうだよ、だからこの方のもう最大のミスはもう20人あったっていう、自分が選ぼう見ようっていう、選べるなんて思っちゃダメよ、もうだからもうそれも全てノーカウントにしてるんだったらノーカウントでいいんですが、はい、運気的に2023年4年か、はい、2023年4年が結婚あるので、ただ結婚がもう殺してないよ本当は、したいって言ってるけど本気じゃない、だから本気じゃないのがもう出てるから、うん、見ない方がいいよそんなに、うん、まだまだお若いですからね、うん、2022でしょ、23年で25年結婚か、そこ逃すと全然結婚できないから、うん、あとハイスペックがいいとかってもう未だに学歴でこと言ってると思う、なんか時代遅れのこと言ってるので、なるほど、名のない会社だけどこの人すごいなっていう人が仕事ができるし賢いから、うん、社会って学歴どうでもいいことにまず親が気づいてないんだったらもうやめた方がいいよ、失礼だから、学歴なんてマジでどうでもいい、就職する時のまあ 面接の時にちょっと会話で役立つ以外は、うん、まあ、勉強してることはすごいことよ、もちろんね、勉強してるしてない人はダメって言わないけど、勉強してることをただハイスペックって、ハイスペックじゃないから、うん、全然ノースペックいきましょう、ノースペック、うん、ね、まあね、もちろん東大出たすごい人とかもね、京大出てすごい人いますけど、真逆にポンコツももちろんどっちもいるので、真逆にあともう人
もう、うん、学歴で人間性だから、ね、そうですよね結局ね人間が良ければそう人間性人付き合いがちゃんとできてちゃんと人間関係コミュニケーション取れる人間が圧倒的強いから、ね、学歴よりそれでもひっくり返してたくさん見てるからひっくり返しますよねなのであの公務員だって別にいいですけどね、うん、それだったらそれ以外のこと気にしないようにしてください頑張ってください、はい、頑張ってくださいじゃあ続きまして新潟県は30代後半男性モフフ、はい、ありがとうございますとても落ち着いた良い仕事をし子供も3人授かり家庭も幸せな状況にあるのですが仕事が落ち着きすぎていて物足りなくこのままでいいのかという感覚が強くいいんじゃないいらない不安を作んなくていいいいよもう夫婦先日とても尊敬する前々職の上司から一緒に不動産会社を立ち上げないかという誘いを受けました私は自分自身は社長業が向くとは思いませんが上司を成功させる自信はありワクワクしましたこの誘いを受ける場合今の会社を辞めずに副業で行うという選択もできると思いますそこで質問ですこの お誘いを楽しむのが良いのかそれとも今の生活仕事で満足し現状を維持するのがいいのか占ってくださいますようお願い申し上げますじゃあ現在の仕事は不動産じゃないことだよねうん、そうですね不動産業か不動産業って、はい、いいんだけどいや俺も不動産の人もいるけどさ、はい、俺仲いい人ももちろんいるけど不動産業って正直心痛くないのと思うあ、うんまあ、まあそうですねまあそうですよね、俺正直本売ります、まあ、売り上げ、まあ、1000円の本です何やかんや控えて何やかん、うんまあ、10%ですって税金控えて、うんまあ、本当手元残るの30円40円の商売だから、うん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 、一冊売ってね